ラジオラライオンラジオンジ始まりまりすはいやってまいりました、えー、テラチャンネルがお送りするラライオンラジオンジです早速ですけどまあねあのテラチャンネルではね皆さんに、ね、元気になってもらいたいなっていうことでテンションを上げていこうという企画でですねこの YouTube チャンネルでぬいぐるみをメインにしてラジオをお送りしたいと思います素人のぐだぐだラジオですので 聞き取りにくい点があったり面白くなかったり何かするかもしれませんがそれも愛嬌としてご容赦くださいはいえー、ライオンチャンネルのメイン司会者のこちらライオンちゃんですお前はリオンですよろしくグダグダなことばっかりやっているけれども一応百獣のこということでねいろいろアドバイスできることはかると思うよろしくねはいありがとうございますおっと転んだ <laughs> そして、えー、こちらはねあの ぬいぐるみ会の美女。自辞そう言っている名前はどうぞ。なんていう名前ですかルナよ、ルナ。はい、ルナちゃんです。ルナちゃんよ。ルナちゃんは何か自分の PR ってありますかそうね。この尻尾が一番のポイントね。あー、尻尾がでかいんですね。態度もでかいけど。なによ、あんた。はい、ごめんなさい。うん、謝りなさい。何をする、おやじ。 ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。<う>おっと、今、戦いのながら出てきたのが、えー、ルナちゃんの夫役の、実際歌うのかなこれわかんないけど、親父です。名前も親父です。ふてぶてしい親父です。そ、そこまで言うことねえだろう。自称メタボリック症候群。いや、自称じゃなくてみんなに言われてるし。まあ、こんなね、あのキャラクターでね、あの、ラジオをお送りしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ね、メインは俺なんだけど。はい。 まあそういうことでね、まあメインが誰かはまた別としましてですね、早速ね、今日はね、あの、まあ何も決めてない状態で、いきなり始めたのでね、ですけども、さあ何をね、していきたいと思うかっていうと、まあ親父がね、何かね、みんなに言いたいことあるのかな。僕、前から気になってたんだけどさ、痛いなぁ。ハブスターってみんな噛むよね。寿命短いよね。 だから僕足短いのかなあんたは、体がでかいでしょうかお前は態度がでかいな、ね。何よはい。でね、一応ね、こちらのリなちゃんはね、シマリスなんですね、これ。で、じゃあ、みちこちゃん。はい。みちこちゃんは日本のリスって、日本に住んでるリスって言えるええと、シマリス。はい。日本のリス、台湾リス、あ、違った。<laughs> そうですね。 台湾リスって実際には外来種だったんですけど今日本のあちこち野生化してるんですよねで台湾リスがねいっぱいいるところっていうと一応飼育されてるのって岐阜城の金華山にいたよねそうあれ可愛いよねあれか愛かったねそう一番良かったなそうリス園でね日本で唯一あのねリス園やってるところで台湾リスがいっぱいいるのってあそこだけらしいよね で静岡県の浜松市はあの浜松城公園にねもともと浜松公園のところがね動物園だったらしくて、うん、野生化したタイマリスが今いて餌付けをしたりとかっていうのもやってるみたいなんですけども電線をかじったりとかねいろんな害はあったみたいですけど、まあ、そんな感じでいろいろ問題があるものの野生動物のね共存とかできたら素晴らしいですよね。本当だよねうん でね、まあこういうね、ぬいぐるみたちはね、そういった害がないからいいなって思いながらもね、やってるんですけど、でってえなぁ、こ <laughs> なぜかうちの場合はね、このハムスターとシンマリスが夫婦っていうね、わけのわからないコンビを組んでいますけども、まあ、でこここコンビへ。そう、まあ今日はね、自己紹介がてらのね、初めてのラジオということで、いってえなぁ何<を>ほら、俺、ライオンだぞ、この野郎。ハギライオン。うん トーミーいや俺は熱い国にいるからトーミーしねえんだよクマと違ってそうだトーミーしろトーミーしはいみちこちゃんはいなんかこのライオンちゃんに好きな今日を聞いてみたいとこってありますへ、えーせっかくね今日はねラジオのオープニングっていうことであのメインのライオンちゃんにこいついつうるさいしお前どこから来たの 東よく「和歌山アドベンチャーワールド」っていう,うさんくさいこと言ってたじゃん俺は「グレートジャーニー」でな全国各地を旅しているライオンだお前東山動物園からあ借,り借りてきたんじゃなくて買ってきただろはいなんか「グレートジャーニー」なんて言ってるけどねじゃあなんかちょっとリアライオンちゃん、うん、何かねちょっとね、うん、今日は自己紹介お願いしますねお、はい俺あの「グレートジャーニー」で言ってな 全国を旅する。はあ、でいろんな、ね、情報を持っているからあのリスナーのみんな何かこのライオンちゃんに聞きたいこととか何かね「ライオンちゃんアドバイスちょうだい!」ってことがあったら言ってくれたらこのライオンちゃんがみんなにね面白いいや間違えた、すごくためになるアドバイスをしたいだるからもうドンと構えておいでっていうか「いやドンと構えるのお前でしょあそうかでね このリスナーのみんながね、ライオンちゃん、宿題が終わらないよーとか、ね、背が伸びなくて困ってるよーとか、なんかいろんなね、なんか、ね、悩みとか出てくると思うのね。うん。そこでライオンちゃんが、こうね、笑い飛ばせるような面白いおかしい一言をね、その、グレートジャーニーっていう冒険で、あれを生かして、アドバイスしてあげて、はいはい役に立つかね。この、時かなとか言っても困るし。まあ、こんな感じでね、ライオンちゃんはね、面白いことをね、みんなにね、言ってくれると思うので、 この番組ね、盛り上がっていくんじゃないかなやちゃん、ありがとうはい、次、ルナちゃんはい、ルナちゃんは、あの、特技をね、どうぞ一つ、なんかすごい怖い顔してるけど、本当にリズナのかオオカミのかわかんないような顔してるけど、でかい顔だな。私はね、いつもね、奥さんと喧嘩してるの。そう、奥さんっていうね、熊のぬいぐみがいるんですけど、今日はね、今、の、休みなどでね、来てませんけど、そのね、熊のぬいぐみと喧嘩してるんですね。喧嘩しているの。 なんで張り合ってるのかわからないけどハリネズミが張り合うならわかるけどね <laughs>、うん、でこのねルナちゃんは、まあ、結構ねあのどんなアドバイスができるのかな主婦のことかな<っ>お買い物とか生活節約術そうなんんかねこのルナちゃんは もうすごい家庭の主婦というイメージキャラクターなので、そういうね、奥様方のね、今日の晩ご飯何年しようとかね、うちの子野菜が嫌いで困ってるのとかっていうような、そんなアドバイスもしてくれるんじゃないでしょうか。そんなね、キャラクターのルナです。皆さんよろしくね。よろしくお願いします。うん、やんやとね、こいつて切れやすいけれどね、本当は中身がいいですよね。はい、そして、全日本、親父、同好会、団長。そして、あの、働くお父さんたちのカレー衆の味方。 えー、親父がやってまいりました。こんにちははい、こんにちは。僕はね、手抜きで働く日本のサラリーマンの味方。うん。ていうか、お前働いてるの一応働いてるみたいですね。僕はね、うん、大食いとかね、ビールとかね、あとは乾き物そういったおつまみの言葉は何でも詳しいし、まあいいよ、親父のね、この悩みなら何でも、 何でも分わかんないけど。ね、におぼね、死に惹かれて辛いよーとか。なんかこうね、面白い俳句を作ってほしいよーってことであれば、ちびまる子ちゃんの友蔵さんにも負けないようなくだらない俳句を作れるから、みんな期待しておくれ。そして、僕は怒るとね、耳がね、ピーッとこうなっちゃうからね。まあそんな感じで。うん。まあ、うん、なんだ、その、よろしくね。はい。今日はね、このね、親父と、 ルナちゃんと、えー、そして、リヨン。このサンバカ撮りしまかった3点セットでお送りしていきましたけども。はい、いよいよね。この番組も後半になってまいりました。まあ、今日はね、自己紹介っていうことでね、それをメインにやってきたので、そんなにね、あの、ね、内容がね、限られてしまいましたけども。まあ、こんな感じでね、やっていきたいと思いますけども。はい、えっ、ー、とね、 パーソナリティの、えー、寺田美智子さん、こんにちは。こんにちは。はい。えー、みさんから見て、このね、3匹のぬいぐるみたち、ね、こうやってね、今日はね、わきやいやいかなやってますけども、うん、特にこの3人の中でみんなにね、このおすすめの、この人の何でバイトを聞くといいようなみたいなおすすめの子はいますかうん、ルナかなおルナちゃん。ルナは、意外に体を心配しているっていう。 優しいところがある多分うるさいところもあるけれど優しいところがある日本のお母さんっていう感じかなこの子はおばさんって感じ <laughs> なんか顔面にいっぱいに、ね、顔がドアップされてますけどもうん変なのうん <laughs> はいまあこんなねキャラクター3人が集まるあの番組「ライコレはねライオンチャンネル」なんですけども はい。てらチャンネルの中のライオン、ライオンラジオ、愉快にお届けいたします。そしてね、今日もね、もう早速ね、あの、いつもこのラジオのコーナーでは、僕たちが行ったお店の中で、飲食店ね、おすすめのお店を紹介していくコーナーがついてくるんですけども、今日はね、あの、どこを紹介するかっていうと、みちこさん、おすすめのカレー屋さんは えっと、ニパールの、うんうん、インディアンパレスうん、うん。あ、そう、インディアンパレス。あのね、名古屋市のね、港区にあるお店なんですけども、あの、これですね。えー、おすすめのお店は、名古屋市、えー、港区七番町、二丁目七にある、えー、インドカレーの専門店、インディアンパレスさんですね。こちらが、あの、すごくおすすめなんです。営業時間は、えっ、ー、と、 ランチタイムは11時から2時30分。そして、えー、夕方はね、5時から9時半までなっておりますけども、まあ、定休日はね、あのー、それぞれお店のホームページとか、お店のお問い合わせでご確認ください。で、そのね、あの、じゃあ、インディアンプレスさんってどんなお店なのかっていうことで、ちょっとね、このご紹介に入りたいと思いますので、こんな感じのお店なんですね。はい。皆さんご覧いただけますかね。こんな感じのね、お店です。 名古屋市港区七番町にあるんですけども、えー、東海通り駅から歩いて五6分のところ、えー、東海通り店、エディオン東海通り店の向かいですよね。多分。にあります。して、失礼します。メニューね。こんな感じのカレーですね。 本格的ですごく美味しいです、これ。ねえ。みちさんはこのお店のおすすめは何かありますかなんですね。美味しいですよね、あれ。あれは美味しいですよ。店内の雰囲気はもうこんな感じなんですけども、実はこのお店の中にね、うちの美智子が描いた絵があります。これどれかというと、ちょっとこれ拡大します。はい。この写真の上にあるこの絵。これはね、美智子が描いた、一応エベレストもね、想像して描いた絵になります。これですね。 はい、お店のね、インディアンパレスさんで飾ってくれています。はい、とても素敵なお店ですのでね、皆さん是非行ってください。そしてね、このみちこの書いた作品に、実際にね、見ていただけると嬉しいです。そして、はい、こんな感じのね、料理もあります。もうどれをとってもね、すごく、まあ、美味しいものばかりですのでね、まあ、皆さんね、あの、インディアンパレス、ね、あの、 行っていただきたいと思います。特にね、みちこちゃんね、カレー好きですよね。カレー好きですよ。はい。で、インディアンプレスの詳細な場所はこちらになります。ちょっと見づらいですかね。住所は、こちら、えー、名古屋市港区七番町二丁目七です。そして、お店のね、こちら、ね。失礼しました。地図はね、 こんな感じになります。地下鉄六番町駅と東海道駅の間なんですけども、東海道駅から行った方が早いです。5、6分ですかね、歩いてね。うん。六番町方面に向かって東海道から歩いて行ってください。エディオン東海道り店の、えー、道路を挟んだ向かい側になります。で、お店は、こちらね。お店の番号は05 26、052652 0006、0526520006 000ですで。こちらね、あの、ウーバーイーツなんかもね、対応されていますので、ご自宅でね、あの、美味しいカレーを食べることもできますので、お勧めいたします。はい。え、いよいよね、あの、時間にもなってしまいました。この番組一応15分間というね、設定でやっております。次回からはね、皆さんからの質問コーナーだったりとか、ぬいぐるみたちの人形劇だったりとか、 お店の紹介とこれ3点セットでやっていきますそして次回ご紹介するお店は、えー、名古屋市西区のりたけ新町にあるイオンモール名古屋のりたけガーデン1階にあるビュッフェパラダイスお父ーさんの紹介をしたいと思います次回もお楽しみにしてください、はい、今日はどうもありがとうございましたありがとうございました、はい、司会の寺田智則とパーソナリティの寺田美智子です そして、ライオンチャンネルのリーダーのリオン。そして、ゲストのルナちゃんと親父でした。はい。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。